じゃあ撮りますよ。弁護士、探求弁護士。質問しましょう。今どうだよっていうの。やんなきゃダメだろうって。柳沢さん、これ使えるようにちょっと練習しましょうか。で、参加。その下、下にこうなんか青いバーが立ってるじゃないですか。そうしたかな。それで参加申し込みをしてください。参加。それでこっちに来るんじゃないかと思いますが。その参加っていうのは青いボタンですか。青い小さいボタン。はい、そうそう。あ、そこに戻ったんですか？戻ったんだ。じゃあその青い小さいボタンを押してください。あ、じゃあね、その、うん、今指さしてるミーティングっていうとこちょっと押してみてください。うん、ミーティングっていうのをちょっと押してみてください。うん、その、下、そうそうそう、それそれそれ。うん。あ、それで OK を押してください。OK。OK。あ、これで、来ましたー。なかなか、ミサさん、もうちょいですんで。もうちょいです、もうちょいです。ですね、もう一手間必要なんでした。もう一回、あの画面なかなか到達できます。もう一回画面見してください。もうちょっとですから。もう一回画面を、はい、タブレットの画面を見せてください。あ、今カメラオフになっちゃいました。あのタブレット。こっちのか。これか。あ、というかね、まずこのカメラをオンにできます？これか。スマートフォンのカメラ。あ、柳沢さん、とうとうつながりましたよ。はい、よし。はい、こんにちは。聞こえます？聞こえますか、柳沢さん。あれ、なんかそっちの声が聞こえないですね。あれ、そっちのマイクが入ってないな。仕方ない。じゃあマイクなんかそっちのマイクが入ってないみたいですね。この間何もしないでマイク入りましたけどね。あ、じゃあね。もう一手間かな。もう少しかな。じゃあ、柳沢さん。もう一回そのタブレットの画面を、映してみてください。そのスマートフォンのカメラ。はい、オンになりましたね。いいっすね。で、そのスマートフォンのカメラをこう向けてください。タブレットに。これでやるわけ。あ、そうそうそう。そう。左端の、ヘッドホンマークを押してください。うん、そう、それそれ。これね。はい、それです。あ、なるほど。もうちょいですかね。
どうですか？なんかもうちょい見えるようにしてください。スマホをもうちょい上に上げてください。スマートフォンを上げてください。なんで音来ないんですかね。なんで？まあでも、次回もう一回ちょっと見てみますんで、とりあえずこれでやってみましょうか。ということで、柳沢さん。柳沢さん？はい。もうこれでスタートしましょう。というのはですね、ズーム、今。これこのままでいいの？このままでやりましょう。本当はね、タブレットから、マイクを拾うんですけど、ちょっとマイクが入ってないので、もうスマートフォン、その状態で、あれ？なんか今音が出たかな？まあこれで大丈夫です、大丈夫です。こっちで音が出てますんで、ということでですね、失語症チャンネル、アットズーム、まあ、実質的な第1回でね、準備に、ね、柳井さんがね、これね、今、ベーシック版を今使ってるんですけど、ベーシック版はね、制限時間があって40分なんだそうなんです。でね、今ね、準備にね、38分かかったんで、あと2分で終わってしまいます。何をやってんの？準備、今何をやってるの？準備、準備。何の準備？いや、今ほら、このズームにつなぐのに30分以上かかったんですよ。ああ、そっかそっか。中を使ってるんだ。なんかというと、音はね、マイクはね、このスマートフォンから拾ってますから大丈夫です、大丈夫です。まあ、次回行った時に、ちょっともう一回マイクの調整をしましょう。あれ？もっと練習してから行かないとダメね、やっぱり。いやいやいや、でもね、立派なもんですよ。こうやって入れたじゃないですか。これは偉大な一歩だと思います。いや、私とすりゃもうちょっと考えてたんだけど。もうちょっとできると。もっとかっこいい、かっこよくしなくて。かっこよく。サクッと。じゃあね、今回。でも、これをずっとやっていけばいいんだよね。これを何回やっていけばいいんだよな。そして、いろんな人たちとやっていけばいいんだよね。そうです、そうです。いろんな人たちと。そうすると、いろんな人とやっていけば、何人の。はい。ね、仙台でやってるぞっていう形にできるよな。そうです、そうです。今日ね、一応白木さんもお誘いしてたんですけど、ちょっと来てないみたいですね。ね、相原さんに Facebook でメッセージを送ったんですけど、ちょっとそちらもね、返事がないみたいで、相原さんってちょっとあれでしたっけ、まあ、具合悪いんでしたっけ。だからあの人と最近やってないからね。私とあんまり喋ってないから、ちょっとね、返事がないので、もしかしたらもうちょっと、来週あたり登場してもらえるかもしれません。ね。そうすると、だんだんこうね、頭こういう綺麗になってたからね。今後かっこよくできて。いいじゃん。うちもその山っていうか、こうなってるところをやろうかと思ってね。こう。あと、はいはい。背景がね、このようにね、バーチャル背景作れますんで。ね。そういう人は全然違う。柳沢さんが好きな風景を。でも俺、最近さ、東京の人、東京でやってるじゃん、東京の連中が。こんな感じでやってるよね。そうですか。同じような色って感じでさ。なるほど、なるほど。それもいいよね、同じような感じでさ。そうするとこう、
同じような感じでやってんだよって感じ、うんうん、そうすればそれなりにカッコつけられるんだよな、うんうん、そうすればいやいろいろなことやって相撲上に相撲でやってんだってことになる、うん、そうですよそうですよそうですよ素晴らしいですよ、まあ今日はこんな感じでですね、まずねやってみましたが、あと前回のね、あの初めてちょっと練習、この間はね、でもあの9回と5回っていうね、あんまり離れてなかったですけど、あれもね、七五三チャンネル第28回で、見られるようにアップしましたんで、今日はね、第29回ということで、本当に離れたリモートミーティング、第1回ということですからね。次回はちょっともうちょっと人を呼びますか。だ ね、白木さん、相原さんあたりに出てね、みんなでやっていきましょう、うん、いろんなことできるよね。できますね。だって YouTube 見てるとさ、うん、東京をこうやってるって形で YouTube の中に入ってくるよね、うん、だから仙台でこう、YouTube にね、仙台を宣伝でやってるんだってことで、YouTube に入れたいんだよね。うんうん、そうするとほら、俺一人で入ってればさ、うん、なんだ、面白くないんだよ。で、これが5人とか10人とかってこういう形で入れば、うん、そうすると宣伝でやってんだって形になるんだよな。うんうんうん、まあ何人、あんまり多いとね、またちょっと、難しくなってくるので、まああんまり 10年になっちゃうと質問じゃなってくるんだ、うん、違う形になってくる、うん、5人ぐらいに、うんうん、5人もいないんだよね、うんうん、仙台には、うん、1人か3人はいるんだろうけども、うんうんうん、だけどね、うん、質問だよって1人だって入っていくとさ、うん、なんだ質問そっちと違うんでねえかって形で追われるっていうかさ、違う形になっていくんだよね。うんうん、そうですね。まあ失語症とか言うとね、なんか喋れないのかね、いろんなふうに思うかもしれないけど。違う違う、失語症じゃ全く喋れないっていう感じに言っちゃうんだよね。うんうん、いや全くできなかったんだけども、ここまで ね10年ぐらいやれば普通に喋るんだよ。うんそれを言える、そういう形に持っていかないとダメだよね。質問症っていうのは、全くダメになったんじゃないんだよね。時間に一生懸命やれば、喋れるようになるんだよっていうこと、それを作らなくちゃ。じゃあ、そのためにもね、今回、コロナでね、こういう状況になっていますが、その状況を生かして、失語症の家、まあ言ってみれば失語症の家が今オンライン上に出来上がったと言えるんじゃないでしょうか。まあね、うん、もうまだごちゃごちゃに なってるからさ、うん、まあ わざとごちゃごちゃにしてんだけどさ、うん、そういうこっち喋れないままでみんなでやられるもんだからさ、うん、面白くないからさ、うんなるほどごちゃごちゃになっちゃう。それなりにごちゃごちゃにしてんだ。ちなみにまあこれからは行きましょう。柳沢さんの後ろにあるレオナルド・フジタの絵は画集後ろに広告つけてんのいいんですよ。うん、それなりにポンとくっつけてんのいいんですよ。うんうん、ああそうですか。それが横に倒れてるのはわざとなんですか。ちょっとこう横になってますけど、わざとね。なんか一つぐらいね、必要だなんですよ。そうですね。じゃあこれでいいかなって感じです。なるほど、そういうことなんですね。わかるんですか。僕もね、いろいろこう小道具ね、ありますよね。うん、そんな感じじゃん。これ何もなくなってあると、うん、なんか面白くないですよ。なるほど。何もないと。そうですね。うんうんうん、それなんか必要だってもなんかいろいろ考えてたりしたんだけど、うん、これでいいかと思ってこれやってくれ、うんうんうん、
いや、結構そういうね、一つの画面としてね、捉えるっていうあたり、さすが昔写真をやってた柳沢さんですね。それなりにね。うんうん、これを大変にしたらね、こっちがごちゃごちゃになっちゃうから。うん、じゃあ、今度柳沢さんの後ろの背景には、失語症チャンネルのロゴとか入れましょうか。ん？ロゴ、ね、ロゴとか。失語症っていうと、わ、知らないんだよ、わけだよね。失語症っていうと、知らないんだよね。そうですね、じゃあその辺を含めて。聞きましょうか。まあ、今日はちょっと準備にね、時間かかってしまったので、そろそろ、多分、40分に過ぎてしまうと思うので、今日はこの辺でお開きということで、はい、それではまたお会いしましょう。さようなら。